今回紹介するのは最後の文字なのか氷河期の洞窟に残された32の記号の謎を解くという本です。私たちはいつ言語を獲得し文字を使い始めたのか。4万年前の氷河期に残された壁画の数々、そこには牛や馬の絵とともに不思議な記号が残されていた。ヨーロッパ全体368カ所の洞窟に残された記号を世界で初めてデータベース化すると、記号はわずか32個に収斂された。2400キロも離れた2つの洞窟に残された記号が一致するのはなぜか？あるいは急峻なピレネー山脈を挟んで一致した特異な奥射記号。自ら52カ所の洞窟に潜って記号を採取したカナダ人女性科学者がその謎に挑む。好きなものといえば中国史と破壊だぐらいだった自分に、ある日突然未解読言語の本を買えという指令が胸の回路に走ったので、慌てて買ったのが生きている象形文字や謎のイースター島、論語文字の解明といった本の群れでした。本書もそんな中の一冊でしたが、まずは最後までちゃんと読めるほどには優しく書かれていたのが良い。先に挙げた2冊なんて、未だにその辺に転がっていますから、本書は比較的優しい文体なので、自分でも最後まで読めたのですが、それでもやっぱり真面目な本ですから、ある程度読み手は選ぶと思います。彼女が悪戦苦闘しながら洞窟最深部にまで進んでゆく下りなどは本当に面白かったので、そこそこおすすめできる作品です。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。